た。ねえ、ちょっと。マフィンを飲み込んでからでいいから。すみません、お腹空いちゃってつい、このことは一夜さんには。あー、でも減ってたら食べたってバレちゃう。私がつまんだことにしていいから。そんな、ひばりさんに罪を着せるようなこと。大丈夫です。何か言われたらシオンさんが食べたって言います。ん？どうしてシオンさん？だってシオンさん相手なら一夜さん怒れないですから。シオンさんによくこき使われてるようだけど、なんとも思わないの？別に。というか、あれは俺がシオンさんのお世話をしてるだけなんです。あの人、一人じゃ生活できなさそうだし。だから、言うこと聞いてるの？なんか変です。シオンさんってお世話され慣れてる人だから、こっちも気兼ねせずお世話できて気持ちいいんですよね。それにちゃんと褒めてくれるし。だからひばりさんも俺のこともっともっとこき使ってくださいね。ね？があれば。あれ、ひばりさん、お腹が空いたのかな。じゃあこの間のマフィンでも温めて。あ、マフィンがない。え、あ、そのこれはさっきシオンさんが。ないよな。その口についてる食べかすは何だい。ため息つくと幸せが逃げちゃうんですよ。どうかしたんですか？いや、姫のご機嫌を損ねてしまってね。どう挽回すべきか悩んでいたんだよ。ああ、そういえばひばりさん、今朝はすっごくイライラしてましたよね。リベンジのつもりで書いたケチャップのメッセージが気に入らなかったんだろうか。なんて書いたんです？ Kiss me, baby. はい、アウト。もうわざとやってるとしか思えない完璧な気持ち悪さです。軽いジョークのつもりだったんだ。見てクスッと笑ってもらえたらと。彼女の機嫌が悪い時に当たるとは間が悪かった。機嫌が良かったとしても多分笑えなかったと思いますけど。なんだい、俺をじっと見つめて。
男のナユタにまで見とれられるとは俺も。もしかして一夜さんと俺って似てるのかな。いやそれはないだろう。というかなんだ急に。だって一夜さんいっぱい叱られてるのに全然やめないじゃないですか。それわざとじゃないんですか。だから俺思ったんですよ、一夜さん叱られたいんだって。俺も嫌いじゃないし。何を言い出すのかと思えば、いかいないか、はっきり否定しておこう。俺は断じて叱られたいとは思っていない。でも俺がしていることはあくまでリサーチだ。彼女が素直に喜んでくれるポイントを調査中なのさ。じき笑顔を向けてくれるよ。でもひばりさんに叱られると一夜さんすっごく落ち込んでから急にやる気全開になるじゃないですか。それでまた叱られて落ち込んで元気出して、好きじゃなきゃおかしいですよ。あ、自分で気づいてないだけとか。だってよく思い出してみてくださいよ、ひばりさんに叱られてるとき何考えてます。それは胸が詰まって息ができない、言葉がバラのトゲのように心臓に突き刺さる、睨むような君の視線に痛みさえ感じるとか。ほらやっぱりそうですよ。俺も思います、ひばりさんに叱られると胸がいっぱいになって心臓がドキドキして、俺を睨みつける目がキラキラして綺麗ってね。一夜さんも一緒ですよ、ひばりさんが叱ってる時の顔綺麗だな、可愛いなって思いますよね。それは当然だろう。彼女の素直になれない表情は愛らしい。それは一瞬たりとも目が離せない。いやいやいや、そんなはずないだろう。一夜さん、自分を偽るのはおしまいです。さあ俺と一緒に考えましょう、ひばりさんに叱られるための作戦を。俺を巻き込むのはやめてくれ。